大崎幸喜です。赤コーナー山下直美選手が昨日の計量を通過できず先輩となりました。ここで急遽ライズバンタム級王者大崎幸喜選手が参戦していただけることになり、横山則夫選手と2分2ラウンドのエキシビションマッチを行うこととなりました。本来の第1試合をお楽しみにされていた皆様、誠に申し訳ございません。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。今会場アナウンスにもあったように山下失格となりまして、第1試合はエキシビションマッチ2分2ラウンドスネアテアリン、そして12オンスのグローブで行われます。今試合が始まりました。第1ラウンドです。この放送の解説、ライズクイーンミニフライ級初代女王寺山ひなたさんです。寺山さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。22年3月に引退ですが、寺山さん引退してからもう2年ということですね、はい、あっという間でしたね、はい、今日は解説どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況は小出明でお送りします。さあ、横山則夫、大崎幸喜、まあ、大崎幸喜選手が、急遽、まあ、この、はい、対戦をOK したということで、はい、勝つことになりました。すごい男気ありますね、大崎選手。かばって青コーナーは横山則夫、これがライズ初参戦です。37歳。いや、初参戦で大崎選手と駅士とはいえ拳を交えることができるのってすごいレアですよね。これはもう幸せなことでしょうね、はい。まあ、あの昨日も横山選手に話を聞いたんですが、まずライズの舞台に立てることだけで幸せだと、はい、夢のようだと話をしていました。そうですね、エルドラドっていうこの興行はこうどんな人が出れる、あの誰でも出れるわけではないので、はいはい、すごい、いっぱい準備してきたんだろうなと思います。16年の仙台での大会、サンクチュアリーライト級統一チャンピオンになって、その後は家業を継ぐために一旦このキックボクシングからは離れました横山。ただあのコーチなどをしていた時に、やはりもう一度このリングに立ちたい、そういう思いに駆られたそうです。そして去年の12月に NKB 日本キックボクシングライト級5位のランガ大輔に見事勝利、復帰戦を飾りました。そこからの大抜擢ということになります。あ、しかしチャンピオンはかなり余裕があります、大崎幸喜。いや、もう左のお腹効いてるんじゃないですか。あ、今もちょっと崩れ落ちるような形、ゴングの方が早かったかどうか、ちょっとまだ立てません。小川レフリーに今何か声をかけられていますが、最後のあのボディで寺山さん、ちょっと今息吸えない感じですか。そうですね、もともその前に結構左のミドルですとか三日月が入ってたんで効いてはいたと思うんですけど、はい、このボディですね、ナイスタイミングですね。これ大崎幸喜の得意なやつですよね、はい、王者容赦ないですね。本当ですね、はい、これエキシビションといえども、あの自分の得意な形を空いたら行くぞという、それが王者なんですね。まあ、そういう意味で言うと、もちろん横山もこれはあのエキシビジョンのつもりでこの一戦には臨んでませんから、はい、そうですね、そのあたりは王者として礼儀を持ってということになりますよね。そうですね、やっぱりエキシビジョンとはいえ、あのしっかりあの横山選手は準備してきたと思いますので、はいはいはい、確かにチャンピオンではありますけど、うん、はい、あのしっかり戦う姿を見せてほしいですね。はい、左のスイッチのミドルも相当な威力があります。ただ逆にめったとないこの王者とのマッチアップになりますからね、はい、そうですね、この経験をこう次に生かせるように、はいはい、一生懸命ここで、はい、あの大崎選手の攻撃を受け止めて、はい、戦ってほしいなと思いますね。1986年5月13日生まれ、5月に今度は38歳になります横山則夫。あの緑川作るもうすでに引退していますが、はいはい、ああいった選手たちは同い年になります。いや、この年になってもリングでこうやって戦うことができるっていうのは本当に素晴らしいことですよね、はい。私生活では4月から高校1年生になる長男と小学生の長女を育てる大黒柱でもあります横山。あ、この左のボディ強烈、打ち分けてくる、いつもと変わらないスタイルだ。そして左のミドル、いや、
あ、寺山さんかなり刺さってますね。刺さってますね。いやでもここで最後まで戦ってほしいですね、横山選手。それでもしっかりと大崎幸喜も相手が仕上げてきたということで、自分の持ち味はエキシビジョンだろうが出してきます。ここで縦蹴りですか。独特の軌道でハイキックを当ててきました。いやしかしガードが硬い。入りましたね。ボディ突き上げてきます。やはり今日お兄さんのタイトルマッチ控え、はい、防衛戦控えていますが、はい、そのあたりやっぱりずっとスパーやっているはずですし、練習相手になってますから、はい、動きどうですか寺山さん。いやキレキレですよね。大崎選手もこのために準備してきたんじゃないかと思うぐらい。本当ですね、はい、まさにあとはちょっと減量すれば本当にいけるんじゃないかというような、はい、そんな仕上がり具合。王者はいつでも準備万端ですね。全く隙がありませんでした。エキシビジョン2分2ラウンド、その第1ラウンドの、まあ、ゴングが鳴った後だったんですが、はい、横山も悶絶するようなそんなボディへの強烈なものがありました。素晴らしい試合を見せてくれました。それでも横山トリオもしっかりとこの試合を戦い抜きました。ここで笹田亮選手にコメントをいただきたいと思います。まずは青コーナー横山則夫選手、コメントをお願いします。はい、今回は、ちょっと急遽アクシデントがあって、試合が最初できないっていう話にはなったんですけど、なんとかライズ関係者様、本当に大崎選手が急遽受けてくれるということで、まあ、エキシビジョンっていう形ですけど、まあ、できることができて本当に感謝しかありません。そしてあともう一個、本当対戦相手の山科選手、本当に未だに連絡取れないということなので、まあ、本当無事を祈ってます。はい、であと今回エキシなのに、大阪新潟から来てくれもらったファンの皆様本当にありがとうございました。ありがとうございます。続いて大崎幸喜選手、コメントをお願いします。そして大志島の大崎幸喜です。まず対戦していただいた横山選手、そして会場でご覧くださった皆様ありがとうございました。そうですね、本当に昨日急にこう連絡が来てできないかって言われたんですけど、やっぱライズお世話になってますし、こう何か協力できることであればぜひというふうに受けさせていただきました。まあ、エキシビジョンなんですけど、ライズはガチっていうことで結構強めに行かせていただきました。ありがとうございました。まあ、ちょっとはチャンピオンらしい姿を見せれたのかなと思います。で、まあ、今回欠場してしまった山下選手、まあ、本当にやってはいけないことですし許されることではないと思うんですけど、こう、まあ、SNS だったり誹謗中傷というよりはそういうことを言える人って限られてると思うんで、こう、まあ、むやみに攻撃とかせずに、まあ、今後の続報を待っていただいて、まあ、僕は無事を祈ってますし、きっとまた、まあ、時間はかかると思うんですけどリングに上がってくれるんじゃないかなって思ってます。まあ、こういう形になってしまったんですけど、まあ、ライズはまだまだ止まらないですしどんどん続いてきます。この後も、まあ、メイン級の試合ばっかなんで最後まで楽しんでくだされば僕は役目を果たしたかなって思います。今日は最後までぜひ
ご来場、あ、すいません、最後まで残って見ていってほしいなって思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いします。選手退場。寺山さん、何かリスペクト、そういったものをしっかりと感じるようなコメントでしたね。はいはい、いや、素晴らしい、王者らしいコメントでしたね。はい、そしてやっぱり王者は改めてとんでもないレベルの違いがあるんだなというのも実感できた。いや、はい、そうですね、化け物ですね。そんなエキシビションになりました。今画面の後方の方に、大崎和樹お兄さんの姿が見られます。 ISK 世界フライ級のベルトを去年獲得しまして、今日はフランスのジラリー・キャルービーとの防衛戦に臨みます。今日は12試合目にお兄さんの大崎和樹が出場します。ライズ史上初兄弟チャンピオン誕生、そのお兄さんが今日は活躍してくれることでしょう。